試合終わりましたけど、工業負けたんや負けてるやないか。コインランドリー近くにある、見て、これいいね、ガスだからね、これ乾きやすいんですよ。こっちですか？こっち、まっすぐです。いや、どうします？試合は朝早朝6時40分の飛行機で札幌に来て1時間以上待って、はい、空港で試合をしてね1時間待ったね、はい、あれ集合時間早すぎない？早いね、はい、センスそれで、ね、行ってさ、お昼から試合して、1時間試合して、今終わって、で、高川君はね、今カメラを持って、高川君は今日札幌一泊ですが、はい、私は都心屋の0時10分飛行機で今日帰りますから、僕札幌通いの試合ですから、今日来て今日試合をして今日帰るっていうね。で負けちゃうっていう。そうです、負けました。地元なのに負けました。なんてこった、なんてこった今からあるところに。そうですね、これはあれですかね、ニコプロロケですよね。はい、あれ高川君と行くの2回目、初めてです。初めてだよね、はい、なんか荒井君と3人とかはあるけどね、2人っきりはないですよね。あれ3人ありましたっけ？荒井君の車に乗ってたのかなかった、何回か。ないっす。あれ俺その時いないっす。嘘。はい、あ、そうだっけ。はい、まだ入社してないっす。あれ飯食ってる時なんかなかった、一緒に。ないないっす。あ、じゃあ初、初っす。あ、でも高くあれなんだよね、意外にニコプロ出てんだよね。俺の24時間とか一回その最初は体験とかやらされてたんだよね、はい、学院体験とか地獄でしたそうそうそう、意外に僕の番組には出てるんですよね、はい、高くね、出させてもらってます。ただこれ問題はあれですよね、視聴者だった人が今作り手に変わっちゃったんですよね。そうですね、一人減りましたいや本当だ、まあ、僕はニコプロ会員ですらないですけど、まあ、自分は会員です、はい、今で。あ、そう、はい、まあ、500円払ってるんですか月、はい、見てないですけどニコプロさんからね、無茶ぶりでしたよね、札幌でロケしてください、はい、で、人がいないっていう、そうです、ある人が。そうです記者会見してほしいですよね、新体制発足会見みたいなのをねいや本当に新体制だから僕は高川君と2人でロケ してるわけですよね、現在。そうです、試合終わってすぐに。そうですよ、試合終わってすぐにお前ら取ってこいって言われてそして今すすきのの街中を歩いてるわけじゃないですか。そうです、いや参っちゃう。しかしじゃあ今からあるところ、はい、あるところっていうか、せっかく札幌来たからね、そのホテルラフィート札幌っていう、G 一発で札幌ですここはって言ってもちょっとね証拠にはならないですかね、札幌ですけどここはっていう、まあ、ホテルの名前が札幌一発でっていうのはあれですか。これ時計台じゃないですよね。これは違います。これは違います。これ時計台じゃないですか、ね、ちょっと似てるなと思いました。こんぐらいしょぼいですけど、これじゃないです。やめなさい一応君北海道なんだから、君も北海道函館なんだから言っちゃいけないよ札幌来て、まあ何しますんですよ。荒井君とだって、西島君とだって来いですよ今日突発、今日何しますっていう、こっからですから我々。でもこれでも見てくれる人がいるってことは、はい、ありがたいことですね。そうなんですよね、まあ、だけど今何年目ぐらいですか。だからレッスルが始まって1年目とかから始めたのかな、だから4年ぐらいやってるのかな。へえ、あ、もうそんな経つんですね。最初俺出てなかったけど、どっかのタイミングで俺出たんだよね、デスペラードで。あそっから違うあれだ、あれ俺四天王だったんだよ。ああ、はいはいはい、ニコプロ四天王。そうそうそう、で
ほぼほぼみんな出ないっていう。あれ以降俺以外みんな出ないっていう。だって井伏君と真田と内藤でしょ。そうですね。今をときめく新日本の30時ぐらいの勢いじゃないですか。輝いてますよね。ねえ、あれなんで俺だけ取り残されてるんだろう。おかしいな。え、やりました、たぬき。やりました、たぬき工事。これはあれですよ、札幌でしょ、たぬき工事。皆さん、皆さん、これたぬき工事、見えない、見えないですね。北海道来て北海道らしいもん食った。いや、セコマートグラス。あ、セコマートで買った。カルボナーラ買いました。あ、細長いやつ。はい、あとリボンナポリンと、いや、ナポリ、僕ナポリ飲んだ。あとカツゲンですね。カツゲンね。で、リュックにガラナ、はい、ガラナそうね。ガラナはコアップガラナ派、それともあのセコマートのガラナ派、それともキリンのガラナ派。俺一番はキリンガラナ好きなんですよ。はいはいはい。でもセイコーマートになくて、普通のガラナでしょ。はい、なんか安い98円のガラナ。そうわかる。でもやっぱちっちゃい頃キリンのガラナから行きますよね、はい、やっぱりなぜか。なんか違うんですよね、ガラナでも。そうでね、東京にガラナがないことに焦るよね、まず。焦ります。まずあ、ないんだみたいな。そうそうそう。東京にガラナないんだ。むしろ活源でも驚きましたけど。あ、そうだね、はい、まず俺向こうのピルクルに焦ったもんね。これなんだろう。確かに。どこにでもピルクルってあるけど、これ何。やっぱね、北海道は違うんだよね。リボンナポリもリボンショロもないんだよね。そうっすね。向こうね、なんで北海道限定なんですかね。わかんないですよね。セイコーマートって他の県から見たら分かんないですよ、ね。はい、でも埼玉あるでしょ。埼玉ありますね。そう、埼玉にちょっとあるんですよ、はい、なぜか。昔行けましたもんね。そうです、北関東ってちょっとあるんですよ。で、そこに発言とかあって、そう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 、超テンション上がって、そう、あの、ね、なんだろうね、あの嬉しさ。安心しますよ。そうなんだよ、やっぱ。いや、でもね、あとね、デパートでやってる北海道物産展とかもちょっと上がっちゃうんだよね。あ、はい、あ、これ来てるとか。で、最近、あの、駅に函館とか五稜郭のやつ貼ってるじゃないですか。はいはいはい。あれでもテンション上がりますもんね。ね、昔は全然だったのに。田舎もなんかだから、わかんないけど、なんかテンション上がるんだよね、はい。あと、北海道って言われたら、なんとなくいいやつだなとか、応援したいなと思ってしまう自分がいる。田舎んで、あ、君北海道の？頑張ってねっていうの。北海道の人は基本的に優しいですからね。あったかいですね。ね、ね、そう思うんだけどね。はい、もう関東来た時、もうなんだこいつらと思いました。そんなこと言わないでよ。駅員とかすごかったです。気軽に話しかけるないもんね、だってこっちの人は、はい、こっちの人、あの東京の人はね、はい、いやー、とりあえずあれだよね、札幌の絵を撮ろうって言ってね、はい、踊り公園に向かって歩いたけど、はい、あとここで絵を一発撮ったらどうするかだよね。そうです。そこは河野さんのセンスで。え、どういうこと。それだったらセコマートで弁当が公園で踊り公園で2人であのピクニックして終わりで、あのこれ多分どうせ夜の放送だから、はいはい、あれだね、うまいもん食ってお見舞いしないだけですよね、映像的にはないから。わ、うまいっつってこれをもうバッカバッカど深夜にお見舞いしていかないと。飯テロってやつですね。そうですね、はい、定番だったでしょ、はい、私のロケのムカついてました。だってそもそもは俺のサービスエリアでの話から始まってるからね、これ。あ、ただの巡業中のサービスエリアでどんなことしてんだろうから始まって、河野さんが運転して、そう、なぜか俺が運転するアメリカに俺はさせたから君運転してって荒井君に言われるのはママに運転してたけど、大阪の帰りも面白かったですけどね。そうだね、あったね。あれもあれなんだよね、このなんだろう、
聴者に伝わらないけど僕と新井君と高橋君だけは分かってるんだよねこれは後で飯食ってる時に説明したからね、そうそう大阪事件を、はい、いろんなことが起きたんです。その時はちょっとカメラ回してないんだっていうね。 9.29 大阪事件、あのプロレスラブイン大阪の帰り道です我々3人の道中の、あれ回しておけばよかったなと思って、ね、あれ撮れたかすごいよねいやすごいタイミング、そう、あの神様がねやっぱいるんだよね僕らの。高岡君何食いたの？今日は多分この後人あのロケ終わったら一人でまだあれじゃないですか。そうっすね、なんか友達とかと、はい、あ、いるんだこっちに。そうっす、います。あ、じゃあもうあれだよね、もう軽く、いや、全然がっつりでもいいっす。あ、まあ、夜だからね、はい、友達と騒ぐのはまた夜で飲みに行くってことでしょ。そうっす。あのうちの若手はみんなあの明日の早朝ソープに行くって気合入ってました。そうなってくるとだよね、トイレも綺麗だね、公衆トイレのくせに。あ、これが東京との違いですね。そうですね綺麗ですもんね、全然公衆トイレが綺麗って素晴らしいですね。マサさんが言ってたけどメキシコは便器がなくなるらしいよ。え、公衆便所の便器盗まれるらしいよ、自分につけるから。それを売るんですか？売ってるとこもあるんですよ。うわ、公衆便所の公衆トイレの便器を盗んでそれを普通に闇市で売るらしいよ。だから基本的に公衆便所に便器はないらしいよ。すげえ国っすね。便器があるけど便座がないとか。ああ。うん。どっか欠けてるんすね。そうらしいよやっぱ肉、海鮮、あ、ありっすね。どっちですか？海鮮の方がありがたいですね。あ、ってことはなんだ、海鮮、刺身、寿司、はい、回転寿司、回転寿司行きますか？回転寿司、回転寿司行きますか？はい、あの優しいよね、きっとリーズナブルな我々札幌回転寿司行ったらなんですか。でもこれあれだよね、この東京にもあるチェーン店行ってたみたいなね。そうっす、北海道の、はい、回転寿司行かないと。そうですね。そしたらこっちの仕入れたね、はい、データが。回転寿司でも十分美味しいですからね。そう、向こうのねあれと比べると食べてらんないですもんね、こっちは。いやだから逆にこっちがあのカウンターに座る寿司屋の人がないですよね。ああの、まあ、回転寿司でまあまあ頼んでオーダー制のあれとかさ、はい、とこ行ったら全然そのいい寿司出てきちゃうっていう。そうですね。だからあのカウンターに立ってね、へい何に言いましょうみたいな提案でいいっていうのはないですよね。うん、花とかも綺麗ですね、細かいところ。綺麗で三角形三角形。ドミノっぽいですね。こう、あ、そうですね。お、おっと、はい、ドミノ。ドミノ。ドミノね。今度の24時間とか誰かがねドミノチャレンジとかしてほしいですよ。ガリガリ君チャレンジじゃなくレッスルワンの綺麗なロゴとかね、あ、体育館いいっすね。体育館一面作ったりとかしたらすごいんじゃない？上から撮れるから、上のランニングフロアに撮れる。そうっすね、はい、4時40フィーバーした。どうしますか？もう札幌の絵は撮れたね十分あとはもううまいものだけ食ってそれを数々お見舞いして行きましょう。どうする？じゃあもうすすきの行く？行きますか。どうします？もう回転寿司ない。トリトンと祭り屋ない。祭り屋思い出した。あれ俺近藤さんと寿司さんと北海道行ってあの寿司さんと話した、あのレッスルワンあの全日本分裂の最終北海道ツアーの、あああの停戦ホールでやった時ですか？そうかな、そうだね、そうっすよね。そうそうそう、俺その時見に行きましたもん。その時の最後の分裂の前のその
札幌巡業は近藤さんのレンタカー借りてもらって僕と寿司と3人でぐるぐる回ってたんですよ。その時釧路行ったの試合の時に釧路は祭り屋でした。2回も行ったうまいっつって2回も行ったんですか。そう、その、あの行った日にも食って帰る前にもう一回食っとくっつってでその日の試合後夜行こうとしたら閉まっててビックリドンキだったの。で今僕らはこっちですよ、すすきのっす。大通公園を離れてここまっすぐ行ったらすすきの駅があります。あ、すすきのこれ札幌駅の方が何かあるのかな。駅周りないか。札幌駅です。札幌駅です。あそこら辺であれです、土産公アイドル212が。昔全日本の頃一回だけ僕ポスター持って並んだことありますけど、ね、今もやってんじゃないですか。なんかぬいぐるみいます。あれ5時ですか。コンサー映れるんじゃないですか。ちょっと行きます背でかいから多分映れますね。これはもしあれですね、登山怖いです。これが噂の登山怖いです。大阪君CM 見たらスタジオ貸したね。暗くなってきました。いや本当だよ、まだ雪虫飛んでないけどね。そうっす、10月だけど雪虫は北海道の人しか通じないです。本当？そうそう。あ、ダメか。ダメです。雪虫って何って言われますよ。雪虫が飛んだらないです。雪降るんですよね。そうですね。そろそろ。近いって感じです。だって雪虫飛ぶと、あのチャリンコ乗ってると目とか口にね。何？回転寿司ネムの花があれあれトッピングないぞ花丸ネムの回転札幌まで行けネムの回転え、こうじゃないとあれやったかこれもしかして駅にないパターンですか。あれあっちですか。あれ北海道民が札幌に来て迷子あれおかしいねおかしいよ。食事コーナー一番です。選择中文或英文菜单。あれ違う違う。あれ通过网络预订本店的商品。名前変わっちゃってるよ。提前预订商品，到店铺后只需结账即可。购物店的线上环节。我们从上午十点营业至晚上九点。如有不明之处，请咨询身边。吉山商店です。ラーメン教室。レストランだ。レストランだ。ありました。ありました。どうしよう。どこでもあります。泳ぎ原宿で出ない。チーズを使ってバルギーあーどこだお寺なんですけど
ってんじゃん。何がですか。今日違うんじゃないですか。あっちっすか。今日。フリアムダイニング。コノさん、回転寿司あっちっす。あ、空いてそうな。あれ、まずいんじゃない。お、モリモリ軍艦。どうですか。行きます。行きますか。どうですか。の方がいいですよね。